はい、おはようございます。ゆるゆるです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もね、皆様から送ってくださいました邪気をね、今回はですね、アジアに与えたいと思います。はい、ということでね、早速いっちゃいましょう。おっ、ちょっと待ってくださいね。バッチリバッチリノリが効いてる。ちょっとうわっ、あ、いけましたね。はい、ですね、今回送ってくださいましたのは、まあ、Amazon の方からね、送っていただいたわけではなく、個人的にね、送っていただいたような形になります。こちらですね、こちらはですね、岩さんに送っていただきました。ありがとうございます。じゃあ早速ね、与えますか。ね、じゃあこちら行きましょう。ね、こちらは、ヘルシーソフト、ね、ささみジャーキーということで、美味しさそのまま低脂肪、ね、脂肪分約 50% カットということで、ね、国産の、ね、ジャーキーを与えたいと思います。よし、じゃあいっちゃいますか、ね、いやもうね、実は、先ほどまで、ね、雨が降ってまして、で、こんな感じでね、今カラッと、まあ、晴れまして、日差し的にカラッとなんですけど、非常に湿度がね、まあ、高いような感じでね、不快度数はね、かなり高いと思われますね。食べました？ね、食べましたけれど、ちょっとね、スローペースでお願いしますね。で、まあこんな感じでね、まあ、アジア自体はですね、非常にその、まあ、元気なんですよね。で、今現在のね、まあ、状況なんですけど、まあ、変わらず下痢がね、まあ、続いていますよと。で、まあいろいろね、まあ、ご心配くださった方ね、まずはお礼申し上げます。ありがとうございます。で、今現在のね、まあ、状況なんですけど、これね、きちんと説明するので、その言葉尻だけをね、拾ってとかね、上の部分だけすくって判断とかをやめていただいて、じっくり話をね、聞いて理解していただきたいんですけど、僕はっていうよりも、まあ、僕たちって言ってもいい方がいいかもしれません。要は両体っていう意味ですね。僕たちは、いつもお世話になっている動物病院があります。そこっていうのは全面的に信頼をしていますし、他のね、病院と比べて怪我をした際のね、処置が非常にいいと思っていますし、料金もね、他と比べて安いですし、あとは何よりもね、優先して治療をしてくれています。で、基本的に原則としてですね、原則としてそこしか行かないんですよ。原則としてね。で、ちゃんと聞いてもらいたいんですけど、原則としてそこしか行かないんですが、そこは、日曜日祭日が休みなので、日曜日祭日に怪我をした場合は他に行きます。それは仕方なく他に行きます。で、その他に行ったところといつもね、お世話になっている病院とは付き合いがありますので、なので、そういった、ね、情報を共有してもらえるっていうところもあります。ですので、はっきり、ね、何度も言いますけれど、原則としていつもね、お世話になっている動物病院しか行かないんですけれど、日曜日祭日怪我をしたりとかした場合は他のね、動物病院に行きます。ここまで OK ですね。で、アジャはね、日曜日にやっぱり具合が悪かったので他の病院に連れて行きました。いつもの病院はね、日曜日祭日休みなので、次にね、お世話になっている動物病院に連れて行きました。で、その時にですね、まあ、うんちとかね、持って行って、で、検査してもらいました。
でその検査結果なんですけれど、原因は分かりませんというところです。で一応まあその薬もまあもらいはしたんですけれど、与えてもね、まあ、変わらずといったところです。ですのでそのまあいろいろね、まあ、心配していただいてね、本当にありがたく思ってますし、まあ、以前ね送っていただきましたドッグフードでもそういったね内臓に効くやつとかですね送っていただきました。そういうのも全部与えました。で、あと缶詰とかもね、いただきまして、そちらもですね与えましたね。で、まあ、一向にね、まあ、改善されないというね、状況が続いています。まあ、ですけどね、まあこうやってね座れ、まあ食欲もね、まあ、ありますし、で中にはね、まあ、こういったジャーキー与えない方がいいよとかねいう、まあ、そういったご意見もあるでしょうけれど、その何度も言ってますが、ドッグフードをいろいろ変えても、要は前であればサイエンスダイエット与えても、ペティグリーチャムを与えても、以前ね送っていただいたそのちょっと名前を忘れちゃったんですけど K9 だったかな、そういったドッグフードとか与えても、缶詰のね肉、これは下痢とかね内臓に効くっていうやつを与えても、与えなくても丸一日、実はですね2日まで引っ張ったことがあります。あんまり引っ張るとかわいそうだけど、実際は2日まで引っ張ったことがあります。例えばね、まあ、今与えてますけど明日とか明後日与えない日があって、それでも下痢なんですよ。そういう状況なんです。ですのでその何度もね言ってる、何度も言ってるって何でかって言ったら、またやっぱりこうね僕がやったこともこうしたらいいんじゃないですかとか言われるので、ありがたいんですけどね、心配していただけるのはありがたいんですけど、座れ、非常にありがたいんですけど、そのいろんな毒を与えても下痢だし、逆に与えなくても下痢だし、薬を与えた時も下痢だし、与えなかった時も下痢だし、ジャーキーを与えた時も下痢だし、ジャーキーを与えなかった時も下痢だし、どっちにしても下痢なので、もうまあこれがね、まあ、普通ってっていうのもあれだけど、だって何もしてもどうもできないので、なのでまあ僕としてはまあこれがね、まあそのまあ普通っていうふうなね、まあ、形でやっているっていうのはね現状です。でね、まあひょっとしてねこのまんまね、要はちょっとずつ大人になっていくわけじゃないですか。皆さんもねちっちゃい頃は例えばね、アレルギーがあっても大人になったらね治ったりとか、逆もあると思うんですよね。子供の時はどうもなかったけど大人になったらアレルギー出ちゃったとかね、体質とか変わったところってあると思うんですけど、まあアジャもねひょっとしてそうかもしれないので、まあもう薬はね継続的に投与し続けるんですけれど、まあもうこのまんま行こうかなと思ってます。手は尽くしたので、はい。で今こうやってね座れ、食欲もねありますので、なのでまあ、いいかなと。でこれがまあ食欲がねなくなった時はもう本当にまあ非常にね危険な状況っていうまあことになるかと思いますね。まあ今現在こんな感じでね全然おお、それよ、今マスオさん風に言ったんですけど似てましたね。はい、ということでね、改めて言いますね、いつもご視聴していただきありがとうございます。そしてねいろいろ心配して、くださってねありがとうございます。それは大変感謝いたしますね。僕自身はね、僕自身でね、いろいろねやっていますし、逆にやらなかった時もありますね。それは先ほど言ったことです。あえてねちょっと飯抜きにしたとかね、いろいろ試してみましたね。僕なりにねやりました。でも改善されないというのはね今現在でございますね。
まずはね、まあ、料金ね、料金までにどうにかね改善してもらえればと思っておりますということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。